よし、今年はみんながびっくりするようなバレンタインの手作りで何か作ってあげたいな。いつもお世話になってるしな。何が喜ぶかな。待って、夏子さんでしょ、タイガーでしょ、なおちょで、あとはアスカ、シノさん、やっちゃんさん、みんな好きそうなのって何かな。共通点は、まあみんな共通点はうち団地だね。え、じゃあやっぱりうちのもんがいいかな。したらやっぱりうるま市だからみんなスヌイ大好きさ。じゃあスヌイと島豆腐、これで何か作ろう。でも何が作れる、チョコだしな。あ、このインスタに出てるのいいかも。オープンしたばかりの手作りチョコレート専門店、オーリーチョコ。あ、昨日オープンしてるんだ、チョコレート教室。あ、予約、あ、全部空いてる。あ、直接来られて大丈夫です。オッケー牧場って書いてある。行ってみよう。え、緑町すぐさ。ピンポン、すいません、すいません。来たんですけど、あ、イエイエイエイ、あの新しく、はい、オーリーチョコ、あ、でなんか、あ、オーリー、あ、名前なんですね。It's me. あ、ユーの名前がオーリー、あ、オーリー先生。はい、ようこそいらっしゃいました。あのチョコレートをなんかみんなが驚くような、そしてみんなが喜ぶチョコ作りたいなと思って、いやいやいや、ぜひ教えてほしいと思って。予約も結構空いてたんで、まあ、うん、OK、 いいですか。で、うん、材料をやっぱり地元うるま市なので、スヌイと、スヌイ、みんな大好き赤の豆腐がなくなって寂しい島豆腐持ってきました。シリカーのね、島豆腐、島豆腐を持ってきたんですけど、あ、豆腐、私ラブですよ。あ、ラブですか。ラブです、豆腐、あ、そう思って、はい、でも先生のものはないんですけど、これ使ってバレンタインチョコ作りたいなと思って。あ、 OK、 OK、あ、足が良くなりますからお教えしましょう。あ、お願いします。まずチョコレート、チョコレート、あ、チョコレート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 を、普通わかりませんけれども、とりあえず水に浸してチョコレート、あ、チョコレートはじゃあ一回銀紙から出して水に浸す。いやいやいや、あ、そっか、人参もそうですよね、はい、人参も一回カットして水に一晩 つけちゃう。豆とかならわかるんですけど、なるほど、チョコレートも一回水に浸す、はい、水に浸して、チョコレートも水に浸して、水に浸して一晩待ってみましょう。一晩、あ、一晩、え、じゃあ、まあ、朝どんな変化が起きてるかわからないですもんね。か確かに誰もやったことないから、ちょっと時間を置いてみて、想像だけだから誰もやったことない、はい、じゃあ、はいはい、yeah, yeah.じゃあまた明日の朝、じゃあまた来ます。また明日の来てもらって、はい、ピンポーン。Good morning。 おはようございます。チョコレートどんななってますか。あ、水浸しです。水浸し、はい、これじゃあ今からどうすればいいですか。ちょっと軽く水気を取って拭いてみましょう。あ、これ水気は何で取った方がいいですか。あ、何かしらのサムティングターボ、ターボ、ターボ、あ、その辺にある大拭き、あ、何から、あ、でも弱いですね、大拭きです。大拭きで、あ、じゃあ大拭きでトントントンして水気を軽く取るって、ね、あ、軽く取るからね。大拭きでも代用できる、代用できる、キッチンペーパーでもいいけど、でもいい、あのクッキング番組にもよくある、あの水気取る、ある、あれね、はいはい、それで水見てるんだ、クッキング番組。そしてそしてパーパーやります。ここで島豆腐、ここで、ここで島豆腐、島豆腐をどうします。メイビー柔らかいですよね。メイビー完全に柔らかいです、はい、その中に、入れてみましょう。え、水気を取って、あ、ちょっと待って、じゃあこのチョコレート、水気を取ったチョコレートは、はい、これどこに入れます。島豆腐、島豆腐となんかボールに、あ、なんだの、違う、島豆腐にイン、島豆腐刺していきましょう。なるほど、直接、はい、
豆腐にチョコレートをあの真ん中に刺した方がいいです。断面にあの刺していく。あ、ミルフィーユみたいな。ミルフィーユ状の。ああすごいすごい。あ、ミルフィーユみたいに、じゃあこう、はいはい、あ、なるほど、じゃあ中に入れていく感じですね。はい、ミルクレープみたいな。ミルクレープみたいな、はい、カットして入れるじゃないね、直接で。直接柔らかいからね。はい、入るんですよね、ちょっと形崩れたけどできました、はい、そしたらその間に間にあのもずく、あ、すごい、すごい、え、この島豆腐とチョコの間にすぬい、やっぱりあのチョコレートを入れようとするとひび、うん、が入りますね。はい、ね、島豆腐、柔らかい、ああ、ジューソフトですが、ね、そのチョコレートが入ってない隙間にスヌイを入れていきましょう。あ、なるほど、チョコの上にスヌイじゃなくて、じゃあ島豆腐、スヌイ、島豆腐、チョコ、島豆腐、スヌイ、島豆腐ってことですね。あ、なるほど、これ誰も思いついてない。これでもちょっと難しいんですけど、あの、あ、なるほど、ほら、スヌイも too soft なので、はい、あ、ソフトにソフトはもうガンガン押していきましょう。あ、押してもう指で、もう指で、指で詰め、じゃちょっと指で穴を開けてそこに入れる、入れていく感じで。ああ、なるほど、あのハンバーグの指でちょっとへこませるのと一緒です。あ、なるほど、空気が入らないように。クッキング番組で見てますよ。クッキング番組見てるんだ。チェックスミー、もうめっちゃ衝撃だけど。冷凍します。あ、固めるんだ。はい、何を島豆腐スヌイチョコレート。あ、これ、あ、固まるのかな。じゃあ冷凍します。して、冷凍して。しばらく経ったら解凍します。解凍して。水気を取ります。また水気取れば。これはまた大拭きでも代用は。あ、大丈夫。オッケーオッケー。それでようやく完成。これで出来上がり。完